ちらね、国鉄型の201系が止まっておりますけど、大阪東線の車両ですけど、新大阪駅の3番乗り場に来ています。今から乗る特急はですね、この3番乗り場から発車するということで、まだ30分以上あるんで、こちらと、新大阪駅でね、電車を眺めてようと思います。現在、紀伊半島を走る列車としましては、黒潮号と南紀号の2つの列車が走っています。京阪神地区と南紀を結ぶ列車では、特急黒潮というものが走っていて、1965年3月1日に天王寺駅と名古屋駅間を阪和線、紀勢本線、関西本線経由で運行する列車として運行を開始しました。この時はまだ京阪神地区と南紀を結び、さらに名古屋を結ぶそのような列車として、運行されていました。しかし1978年10月の2日に紀勢本線の和歌山駅と新宮駅間が電化されたことにより、新宮駅を境に系統が分離され、天王寺駅と白浜駅、新宮駅間の列車を黒潮、名古屋駅と新宮駅、紀伊勝浦駅間の列車を南紀としました。1989年の7月にはグリーン車をパノラマ型先頭車に改造したスーパークロシオの運行を開始、天王寺駅構内の阪和短絡線が完成し、クロシオ、スーパークロシオが梅田貨物線を経由して新大阪駅、京都駅まで運転されるようになりました。この時使用されていたのが381系、サンパー1系の列車で、この電車は振り子式の車両だったのですが、かなり酔う人、酔わない人と分かれていたようで、また船酔い電車とも言われていました。かなりね、白浜から先は線形がぐねぐねしますのでね、振り子がフルに発揮されまして、船に乗っている感覚で、船酔いのようにトイレに駆け込む人も多かったようです。1996年7月31日にスーパークロシオオーシャンアローがデビュー、1997年にはオーシャンアローへと名前を変更し、現在は2012年3月17日より全ての列車名がクロシオに統一されています。この283系のオーシャンアロー型の電車もクロシオと運転されておりまして、時刻表にはオーシャンアロー型の車両で運転と書かれています。今回はこのオーシャンアローというものには乗りません。本当はこのオーシャンアローが目当てだったんですけど、今年のダイヤ改正から黒潮1号は車両が変わっていました。黒潮の名称は日本近海を流れる黒潮に由来するため、この海流の沿岸であればどの地域でも採用できる列車名でありました。
そのため大阪対南紀直通列車だけでなく、当時の国鉄では四国と房総半島でも使用されていて、3地域で黒潮の名前が同時に使用され重複する事態が起こっておりました。ちなみにこの重複する事態は1965年10月の四国の黒潮が南風に、房総の黒潮が外房に解消されて重複は解消しました。また京成電鉄でもこの黒潮という愛称を使用していたことがあったとされています。現在黒潮で運行されている使用車両はオーシャンアロー型の2パー3系、前面が卵のような形をしている2パー7系、そして北陸地区で運転されていました、北陸新幹線開業時に伴い余剰となりました特急型車両を改造しました2パー9系が運転されています。今回乗車するのは287系。またこの287系にパンダを装飾しましたパンダ黒潮号です。このパンダ黒潮号は3つの編成があり、2編成はパンダ黒潮スマイルアドベンチャートレインとして運行しています。もう一つの編成はパンダ黒潮サスティナブルスマイルトレインというラッピングがされていて、3つの編成どれが当たるかは少しお楽しみの状態となっておりますが、パンダ黒潮自体は2021年3月現在1号、6号、25号、26号で定期運用されていて、この運用は決まっています。ちなみにこのパンダ黒潮の運行スケジュールは乗車日の前日にツイッターなどで確認していただけるといいかなと思います。ツイッターではその運行日の前日に、その翌日の列車がですね、この黒潮に運行されるぞというものが書かれていたりします。ですのでね、パンダ黒潮を検索をする場合は、ツイッターがかなり便利かなというふうには思いますけども、3パー1件の時はめっちゃ怖いパンダの、座席だったのを覚えております。これがウィキペディアにちょっとあったんですけどもね、載せさせてもらいました。もうなんかね、もう後ろからなんか抱きしめられてるというか、なんか襲われそうな座席で、もうこれはもう夢に出てきてもね、おかしくないようなパンダの座席になっていました。頭をどこに置いたらいいのかちょっと迷ってた時もありましたけどもね、かなり後ろがね、これね、SNS でね、上げるような自撮りを撮ってしまった場合で、なんかすごくどうコメントしていいかわからないような写真がね、ワンサが出てきたのを覚えています。お待たせいたしました。3番乗り場に折り返し7時33分発特急黒潮1号和歌山方面新宮行きが6両で参ります。今回乗車するパンダ黒潮はサステナブルスマイルトレイン、パンダ黒潮の第3編成として登場してきました。サステナブルスマイルを次の世代に送り継ぐ象徴として、正面にはジャイアントパンダの親子を、各車両にはそれぞれ SDGs の17のゴール目標のうち6つをテーマに、人と動物と自然が豊かに暮らす世界をデザインしています。車両をつなぐリボンは世界をつなぐパートナーシップであり、また世代をつなぐバトンを表現しているそうです。テーマに合わせたカラーに変化することで SDGs のそれぞれの目標に取り組むことが全てつながり、作用し合って豊かな社会を実現することを意味しています。例えば1号車はジャイアントパンダも人も健康で安心して暮らせる世界を実現し、親から子へ送り継いでいくデザインとして緑のラインが引かれています。2号車はジェンダー平等、女性が平等に権利を持つ社会をテーマに、ライオンやキリンのオスメスを描き、性別に関係なくそれぞれが輝く社会をデザインしています。3号車は黄色、クリーンなエネルギーによって子どもたち、動物たちがスマイルあふれる豊かな世界が実現している、そのようなデザインとなっています。
4号車は赤紫という色でしょうか、少し紫がかったピンク色です。人も、動物も多様性にあふれ、持続可能な社会で格差なく誰一人何一つ取り残さない社会を実現したデザインとなっています。5号車はブルー、海の豊かさをテーマに、美しい海でイルカやホッキョクグマが生き生きと暮らせるような人間と共存するデザインとしています。6号車はグリーン、少しね1号車とちょっと違った薄いグリーンなのかな、まあ同じように見えるんですけども、この、グリーンにも意味があって、これからもジャイアントパンダが生き生きと暮らす社会に貢献することをイメージしたデザインとなっています。そして前座席のヘッドカバーには新デザインとなるジャイアントパンダの親子と SDGs の17ゴールの全てのテーマカラーリボンを用いたパンダクロシオ号オリジナルヘッドカバーを装着しています。どこか3パー1系のパンダに比べたらだいぶ可愛くシンプルになったイメージがあります。黒潮1号のドアが閉まりまして、これから新宮方面へ4時間以上の旅を、お届けすることになりますが、この動画ではショートカット版として、お送りさせていただきます。また違う動画では天王寺駅から紀伊勝浦駅までの車窓展望として、海側の、車窓を見ていただけるような、そのような、動画を作っておりますので、等倍速でお家で黒潮号に乗っている体験をしてみたいという方は、そちらの動画も見ていただければいいかなというふうに思います。かなり長いですけどね。この現在黒潮号が走行しているところは、東海道本線と大阪鉄道貨物の拠点である桜島線の安治川口駅、また2013年3月末限りで廃止されました梅田貨物駅を結ぶために設けられた貨物線、梅田貨物線です。列車は淀川を渡っていき、大阪駅の北側梅北エリアに入っていこうとするところで、梅田のスカイビルが見えてきます。このようなところは現在今、大阪の浪速筋線の、建設の一環としまして、この辺りはまだ大阪東線の延伸の工事になるのかな、地下化の工事が進んでいますが、こんなところを貨物列車が悠々と通過していく姿はもう本当に壮大で、なおかつすごい光景だなというふうにいつも思っていました。この線路はですね、
一時期もう数年ぐらい前かな、もうだいぶ経つかなと思うんですけども、快速列車も一部運行されていましたが、現在は東海道本線と大阪環状線の連絡線的な役を持つものの、特急列車しか旅客列車は運転されていません。大阪環状線の列車を見ながら、大阪環状線の高架のすぐ下を通っていき、常世橋踏切を渡っていきます。ここで交差した道路は何は筋です。ここまでが書類上東海道本線とされている区間で、その後地上から高架に上がっていき、大阪環状線の線路と並行していきます。ここから西九条駅までは大阪環状線の増設線として通ることになっていき、西九条駅までは大阪環状線と3つの線路が並んでいます。黒潮号や春香号といったそのような列車に乗ると、新大阪駅から大阪環状線に入るまで、このような梅田の壮大な風景を見ながら進んでいきます。オーシャンアローの全面展望ですと、かなり面白い風景が撮れるんじゃないですかね。 YouTube でもいろいろ上がっているので、一度見てみてください。列車は間もなく西九条駅にかかろうとしているようなところ、ごとごとと平面交差の渡り線を走っていきますが、少し渡り線をね、大きく渡っているようなイメージでして、なんと大阪環状線の本線の、天王寺方面の線路にそのまま入っていき、西九条駅の4番線を通過しています。以前ね、あの通過する列車は2番3番乗り場を通過していたような気がするんですけども、この4番乗り場を通過しているというのをですね、私は初めての経験だったかなというふうに思います。これいつからだったんでしょうかね。本当にあのなんかいつもはもうめっちゃ徐行して西九条駅を通過しているんですが、ホームに、この4番乗り場を通過していく姿を見るとすごく違和感を感じたのを、この時覚えています。列車は弁天町駅を通過。この弁天町駅を過ぎたあたりに少しカーブをしていきまして、上下線が少しね、高低差のあるようなところを通過していきます。ここが昔境川貨物線というものがありまして、そこの合流点ですね。今ちょうどね、線路が剥がされたんですが、線路跡のようなところがありまして、ここで合流するために大阪方面の線路は少し高いところを、そして天王寺方面の線路は低くなっていて、この間にですね、境川貨物線があったというような感じで、今はその名残として上下線が少し高低差のあるようなところになっています。境川貨物線を通過した後、大正駅に向けて走っていく道中、進行方向左側には大阪ドームが綺麗に映っております。この大阪ドーム、巨大な UFO が降りてきたような形をしておりまして、小さい頃は隣にあったガスタンクが非常に怖かったのを覚えています。こちらはバリアフリー対応の4号車、多目的トイレもかなり大きくバリアフリーに対応した設計となっていて、またこの黒潮号には多目的室も利用することができます。今回多目的室、車椅子の方が利用されていました。大阪の中心部ながら高速道路の下を走っていく南海高野線こと潮見バス線の線路が見えます。少しね、かなりこれだけ見ると下町に来たなという風な印象です。列車は大阪環状線で一番過疎化な芦原橋駅を通過していくようなところ、この辺りからは大阪の南のエリア、天王寺、また新世界なども垣間見ることができますが、大阪梅田、その辺りの風景とは少し違った風景が広がっています。芦原橋駅を過ぎると大和路線の線路がやってきまして、大和路線は正式名称は関西本線です。ここから今宮駅を通り、また今宮駅を過ぎたところから下り勾配に入っていき、新今宮駅手前で大和路線に入っていき、天王寺駅を目指していきます。
列車は大阪の南の玄関口であります天王寺駅に到着。天王寺、難波、梅田とね、大阪の3つの商業地がありますけども、その一番南側の大阪の、大商業地ターミナルといいますか、そちらが天王寺駅になります。天王寺って言ってもあんまりね、そんな遊ぶとこもね、なんだろう、ハルカス作ってからあんまりね、こう遊びたいというふうに思わなくなってしまったのが私の本音でありまして、でもやっぱりね、あの松原とかね、羽曳野だとか南の方々は天王寺で遊ぶだろうし、またでも南海本線とかね、南海小屋線の方々は難波に出ちゃうというね、そういう事情もありまして、天王寺と難波でね、大きく南が二極化しているのではないかなというふうには思いますが、近鉄南大阪線も来ております。天王寺というところに到着しておりまして、やはり人の流れは大きいもの、ここから大和路線、阪和線、そして大阪環状線も含めると3つの JR 線のほか、たくさんの私鉄や路面電車も来ておりますので、かなりのターミナルだということが伺えるでしょうか。ここから列車は阪和線に入っていきます。大阪市南部のターミナルである天王寺から南へ伸びていき、大阪府南部の各都市を経由して和歌山を目指していきます。 JR アーバンネットワークの一角を成し遂げるこの路線はよく遅れるという路線でもありまして、しかしながらこの阪和線のラインカラーはオレンジ色である。この理由は陽光あふれる大地につながるイメージということでね、大地が大地園になってしまうような、そのような阪和線になっているのも実情です。毎日のように遅れているイメージですけどね。阪和線は海側を通っているより南海電気鉄道の南海本線と競合しているほか、天王寺駅、新今宮駅、三国ヶ丘駅間では南海高野線と、また大阪市内では大阪メトロ御堂筋線や谷町線、近鉄南大阪線、阪海電気鉄道などとも競合しています。競合路線がいっぱい多いのも 特徴なんですけども、まあそんなに阪和線は阪和線として、まあ南海線と熾烈な争いをかけているかなというふうな印象です。列車は短絡線を上りきり、ここで阪和線の本線に合流します。正式に阪和線に入っていきます。そして近鉄南大阪線の下を通り、美少園駅を通過した後、車窓には桃ヶ池が見えたりと、綺麗な風景が漂ってくるかと思いきや、どこか下町文化が栄えているような、そのようなところを通っていきます。長池公園や元シャープの本社を続くと、鶴岡駅を通過。長井陸上競技場は反対なので見えませんが、この辺りは大きな公園、長井公園のあるようなところです。阿鼻子町駅を過ぎると高架区間は終了していき、高度を下げ杉本町駅を通過していきます。大阪市立大学の最寄り駅ですね。その後すぐに大和川を渡って堺市に入っていきます。堺市に入って浅賀駅を通過。ここは撮り鉄さんのスポットでもありまして、堺市三国ヶ丘駅付近を過ぎて百舌駅付近になりますと、百舌古市古墳群として世界文化遺産に登録された日本最大級の古墳である大仙古墳、仁徳天皇陵が見えてきます。またこの辺りの手前に、大きな公園が見えますが、こちらは大仙公園です。石津川を通過し大鳥大社が見えてくると、この辺りは大鳥駅です。この黒潮号は大鳥駅を通過します。またここの大鳥駅は東羽衣駅への支線が分岐していたり、また車両基地があったりして、かなり重要な駅にはなっているのですが、黒潮号は止まらず、次の停車駅は日根野駅です。列車は2017年に高架駅となりました東岸和田駅を通過。イオンの東岸和田店の隣には私立病院がありますが、そこは関西圏でシネコンの先駆けとなりましたワーナーマイカルシネマズ東岸和田の跡地です。
ちらが、水間鉄道水間線の線路ですね。かなりローカル感を出して、阪和線の下を通っていきますが、列車は泉佐野市に入ってきまして、次第に奥に関西空港が見えてきたりします。この辺りは臨空というような、そのような地域になってきまして、関西空港ができてから大きく変わった街並みとも言えるでしょう。列車は関西空港へのアクセス線、関西空港線の分岐駅であります日根野駅に到着します。関西空港へ行く方はこの駅で乗り換え、そしてまた駅員さんもね、独特の駅員さんがいることで有名な駅であります。列車は泉砂川駅を通過。かなり目まぐるしい住宅発展になっておるような、そのようなところなんですが、かつては駅周辺に遊園地があったそうです。そしてここからは本格的な山越え。泉山脈を経て和歌山県に入ろうとしているような、そのようなところ。阪和自動車道がぐねぐねと、これは JR 阪和線がぐねぐねしているのかな、右へ左へと高速道路があったり、また京奈和自動車道が、交差していったりと、阪和線は車社会なんだなというところを伺いながら、日本の中央構造線の上を通りながら、和歌山平野が本当は反対に見えているのですが、前に桜を見る旅かなんかに映したそのような動画が残っていまして、車窓の反対側にはこのように和歌山平野を一望できるところが一瞬だけあります。最近は木が生い茂りすぎてですね、見れるようなところが少なくなってきたのかなというふうに思うんですが、それでもやはりね、和歌山平野を高くから望めるようなところを電車は走っていて、すごく壮大な風景が広がっています。列車は野曽田駅を過ぎ、大きな川紀の川を渡ります。奈良県と三重県の県境にまたがり、全国的にも有数な雨の地帯と知られる大台ヶ原を源流とし、紀伊山地を北西へと流れ、高見川と合流後、西へ曲がり、中央構造線の南側に沿って龍門山地、金剛山、泉山脈を北に見ながら、和歌山市で紀伊水道に注いでいる川です。そして列車は紀伊中之島駅を通過。鉄橋の下にはもともと和歌山線が走っていて、この駅の西側、和歌山線の紀伊中之島ホームが残っています。列車は今日は和歌山市の紀勢本線の支線に近いようなところ、ここも一応紀勢本線になるのですが、その線路を越えて地上に降りたところで和歌山駅に到着です。和歌山市の玄関口であり、大きなターミナルとなっております。列車は和歌山駅停車中、私はここで八角弁当を食べることにしました。大阪の駅弁で結構美味しいんですよね、これね。和歌山駅を出発。和歌山駅を中心として東西南北全ての4つの駅がありますが、全て無人駅という少し悲しい状態になっておりますが、地方駅に行けばそのようなものなのかなというふうに思ってしまいます。やはり都会というか兵庫県とかに住んでいますとですね、まあ、兵庫県の北の方は分かりませんが、こう大阪近郊阪神地区になりますと、隣の駅が無人駅ということはあまり考えられないかなというふうに思います。まあ一部の駅でね、無人駅だったりするところはあるっちゃあるんですが、それでもやっぱりこの四方八方ターミナルの隣ですよ、そんなところが無人駅だっていうのもね、すごく面白いなというふうには思いますけども。でこちらが、和歌山ビッグホエールという建物でありまして、1997年に旧国鉄の鉄道貨物ターミナル和歌山総車場駅がありまして、その跡地に和歌山県が建設したものです。本来はクジラが潮を吹くように上空に水を噴出する機能があるらしいんですが、近隣住宅が多いため洗濯物が濡れると苦情を受けまして、近年この機能の使用は控えられているそうです。
キイタナムより南側よりかは線形が良く、さらに伏線なもののカーブは非常に多く、そしてこの辺り黒江駅を過ぎた辺りからはトンネルに入ってきたりもします。紀勢本線は合計で180箇所のトンネルがあります。列車は高架に上がっていき海南駅に到着。ここは昔野上電気鉄道という鉄道があったのですが、今は廃線になっています。日方駅からすぐ先にこの海南駅との連絡口駅があったそうで、なかなか面白いそのような構内になってたようなのですが、今はもうその風景というものはもうなくなっているんだろうなというふうに思います。そのような、野上電気鉄道は1994年に全線が廃止となり姿を消しましたが、もし存続していれば日方駅が東口に、乗り入れる予定であったそうです。海南駅というところはかなり、今では黒潮の全列車が停車し、そのような需要もまだ野上電気鉄道があるのであれば少し変わっていたのかもしれません。しかしそこは和歌山県の車社会、鉄道よりも車の方が便利だということ、また高齢化社会に入りつつあるそのような今の時代では車がメインとなり、そしてバイパスなどに店舗が集約してしまって鉄道駅あたりには何もないという状況も結構伺え、悲しいことに鉄道よりもマイカーが普及していっているため、なかなか鉄道の需要というものは難しく、また和歌山は黒潮号と高速バスの熾烈な争いも行っておりますので、鉄道と車というものはかなり昔から共存ができていそうでできていないというようなそのような状況が続いていますが、近年はこの黒潮号を中心とした駅まで、マイカー、そしてそこから特急や快速列車に乗るというパーク&ライドが普及してきましたので、少し持ち直しているのかなというふうに思いますが、しかしながら白浜や紀伊勝浦方面には高速バスには太刀打ちできず、これ以上高速道路は増やしてほしくないというものが現状かなというふうに思いますが、列車は車窓から初めて海を見ることができるような区間に入ってきまして、奥に見えているのはポルトヨーロッパマリーナシティです。ポルトヨーロッパマリーナシティの観覧車はシンボルとして目印だったのですが、2021年の2月に、観覧車の撤去が完了したそうで、車窓からは観覧車というものがもう消えてしまっています。ここから先ポツポツと海を見えるような区間を走っていきますが、まだまだ雄大な風景とは言えず、山と海に交互になっているようなところがポツポツとあるような感じで、まだまだ海の近くをじっくり海を眺めるようなところを走っているわけではありません。ただ海がもう近いということはここで実感させられるようなそのようなところです。列車はしばらく海から離れたようなところを走っていきまして、有田みかんの生産地である有田市に入っています。有田川の右岸を走行しておりまして、さらに富士宮駅が近くなってきますと、 JR 西日本管内の在来線では最長の有田川橋梁912メートルを渡ります。かなりこの橋梁を渡っているところでも奥には山がそびえ立ち、その山肌にはたくさんのみかん畑を見ることができます。通過していますが、ここには昔有田鉄道というものが存在し、今では廃線になりますが有田川鉄道公園というものでその有田鉄道で活躍していた車両が動態保存されています。乗ることもできます。かなりそれまでの道中はね、みかん畑がありまして、なかなか歩いてても楽しいようなところです。私が靴を壊したようなそのようなところでもあります。こちらは湯浅駅、醤油発祥の地として知られています。
で湯浅もなかなかいい町なんですが、一度ねじっくりと歩いてみたいなというふうには思います。かつてねちょっと全面展望とかねちょっと本当に時間短くしてお邪魔したようなところなんですが、湯浅城とかもね、位置がちょっと分かりましたのでね、またご紹介できたらと思います。列車は五号駅に到着。五号市の郊外に位置しているそうなんですが、特急はすべて停車する、そのようなところとなっています。列車はまもなく稲見駅を通過するようなところで、大きな赤い橋、そしてカエルのようなものがついておりますが、これがカエル大橋です。稲見町は様々な施設などに考える、人を変える、町を変える、ふるさとへ帰る、栄えることができるようカエルの衣装を積極的に取り入れておりまして、この橋もその一つであります。またこの橋は1990年に稲見町が9億3500万円を投じて建設した、そのような大橋になっています。そして列車は再び海が見えるようなところになっていて、ここからは本格的に太平洋を望むことができます。放送が入ったように一部の列車が速度を落として運転するビューポイントとなっています。ここでは太平洋の絶景を眺めることができ、また古くからの景勝地で枕草子などその名が見られるほか、日本有数の赤ウミガメの産卵地としても知られるのがこの千里浜です。そして海が見えなくなって山と山の間にはポツポツと梅も見えてくるような、そのようなところ、日本一の梅の産地を抱えるみなべ町に入ってきて、みなべ梅林など千里梅林などいろいろな梅林があるような、そのようなところ。ただ今年はなんか冬があったかかったし、またなんか異常にあったかかった時期もありまして、梅の花が花ごと落ちてしまい梅が実りにくくなっているようで、かなりの不作になっているような、そのような感じで梅干しも値段が上がるのではないかと懸念しています。で、日本一の梅の産地は大変なことになっていることも、今年の異常天候、またそしてね梅雨も早いですからね、いつになったらこういう異常気象が元に戻るんだということは多分永遠にないかと思われますが、梅は最大限あれですよね、梅雨との戦い、雨との戦いにもなるだろうし、またこの花の時期に暖かいということになってしまいますと、梅は大変な打撃を受けているのは間違いないので、日本人である皆様、梅干しをぜひ食べていただけたらと思います。そして陸上交通においても鉄道においても交通の要所であります紀伊田辺駅に到着です。ここは武蔵坊弁慶とかそのような、ゆかりの地だったかな、そのようなところでありまして、熊野古道の入り口、中辺路、大辺路などがあったりして、一つの町として形成されるようなところです。和歌山の中南部の経済の中心となっているのが田辺市、
台風情報でもよく入りますけども、和歌山県はねこのような田辺とかこの辺りはですね台風銀座と呼ばれているようなところです。関西との結びつきが強く、またコロナの時は結構ね、大打撃となっているようなそのようなところでもありますが、夏は海水浴、そして秋はクエとね、春はね温泉を楽しむとかね、いろいろ四季折々で楽しむことができますので、季節によってね食べる、そして遊ぶでね、白浜に訪れてみるのがいいかもしれません。またこの白浜にはアドベンチャーワールドというものがありまして、このアドベンチャーワールドで、飼われているライオンのうんちをですね、線路に撒いて、そして鹿の接触事故がなくなったというような効果もあるそうです。ただこれは一時的な効果になっていまして、根本的な課題にはなっていないようで、ただライオンのうんちを撒き散らすというのもなかなか面白いものでして、じゃあ垂れ流しの便所にして人間の排泄物を落とすのであれば鹿は寄ってこないのかという思えばそうではないみたいですね。やはりライオンはライオンでなんか特殊な何かを持っているようです。列車は白浜駅を出発。ここから先もぐねぐねとした線形が続いていきます。列車はキートンダ駅を通過中。ここで新大阪駅の黒潮16号ニーパー3系とすれ違いです。川を渡ってところどころ車窓に映る入り江のような風景、黒潮号ではよく馴染んだ風景に見えます。列車は椿駅を通過。ここはかつて特急黒潮号の数本が停車していたようなところですが、現在は全ての黒潮号が通過となっているようなところでして、椿温泉の最寄り駅なんだそうですが、椿の市街地まではかなり離れています。すさみ駅はなかなか降りるそのような機会がなく、別にすさんでいるわけではないんですが、このすさみ駅なかなか面白いことをしていまして、冬の間2月1日から2月の28日に午前7時の気温が摂氏1度以下だった場合は、寒さ量としてすさみ町内の宿泊施設が利用できる、半額割引利用券が申請されるそうです。またこの稲積島というものが駅の近くにあるんですが、確か大谷渡りという植物の、自生の北限地でもありまして、大谷渡りという植物を見ることができます。なんか陸のね、なんかなんていうのかな、昆布みたいなワカメみたいな葉っぱしているようなそのようなもので、それがなんかすごい放射状に伸びているというような
かなり独特の植物が生えていて、あ、いかにも南国だなというような、そのような植物を見ることができます。この稲積島へは直接橋が、架けられていまして、ちなみに大谷渡りは天然記念物のですので、あのちぎったり持って帰らないようにはしないようにしていただければと思いますが、稲積島の団地性植物の群落があるので、ぜひ行ってみたいものです。列車は須佐見駅を出発。この列車は通過しますが、次の室津駅とこの須佐見駅の間は単線で約10キロもあるため、途中で双子山信号場が開設されています。 JR 西日本管内の紀勢本線では唯一の単線交換信号場であります。この双子山信号場、現在は列車の交換は行われてないようで、ですが毎年1回串本駅と白浜駅合同で異常時の取り扱い訓練を行っているそうです。なおこの信号場の旅客駅化の予定はないそうです。現在双子山信号場を通過していますが、2021年の3月13日までは定期列車の交換があって、15時台に普通列車の 2332M 列車が黒潮11号の列車交換待ちをしていたようです。室津駅を通過中、この辺りの海は岩がゴツゴツしていて、太平洋の威厳さ、そして広大さを見ながら列車は進んでいきます。瀬戸内海とはまた違った海の表情でありまして、瀬戸内海にはこのような岩礁というものがあまりありませんので、太平洋のこの岩場、磯というものは本当に荒々しい海を想像します。そして列車はこの辺り近年鹿との接触事故が多いような、そのようなところを走っていき、また和深駅、田子駅の間に広がる海は枯れ木灘というようなところでありまして、太平洋の中でもこの海岸線、入り江のようなところはそれぞれ名前があるようなところもちらほらあるような、そのようなところです。列車は紀伊有田駅を過ぎますとトンネルをいくつかくぐっていき、カーブしていき、そして海が見えたところで奥に見えているのが潮岬です。そして潮岬を見えた後、右にカーブしていきまして、さらに、今度は左にカーブしてきたところで、ここが本州最南端のカーブというようなところでしょうか。JR 西日本でも一番南の線路というようなところになりまして、その線路を曲がったところで串本駅に到着します。本州最南端の駅、串本駅です。ここを出発しますとすぐに海が見えてきまして、橋杭岩という岩が見えてきます。この橋杭岩は海岸から紀伊大島方面へ大小約40の岩が南西一列におよそ850メートルの長さにわたって連続してそそり立っています。直線上に岩が立ち並ぶ姿が橋の杭のように見えることから橋杭岩と呼ばれています。また干潮の時には岩の中ほどに弁天島まで歩いて渡ることができるような、そのようなこともありまして、観光スポットでは大変有名なところになっています。
特に弁天島の西側には朱色の鳥居があり、それをくぐると小道があって、少し登ると岩壁を背にした祠があって、この干潮時には参拝することもできます。日本の朝日百選にも認定されているようなところで、大変朝日や青空が似合うような、そのような場所にもなっています。また串本からは、特急で行くと一番最寄りになるんですが、普通列車で行くと紀伊姫駅というところが歩いて行けるような、そのようなところです。ただ本当にね、この辺りは普通列車というものも本数が少なくてですね、どちらかというと串本駅から歩いていく方がいいかもしれません。対岸に見える島は紀伊島です。串本町の沖合約 1.8km の海上に浮かぶ島で、和歌山県下最大の島であります。元来より大島と呼ばれてきましたが、全国的に大島の名を持つ土地は数多く、それと区別するため紀伊をつけて紀伊大島と呼ばれたり、また串本大島と呼ばれたりしています。この島に住む人々は約2000人、和歌山県では唯一の離島振興対策実施地域ともなっています。現在は串本からは橋が結ばれているような、そのようなところでありまして、また台風がたくさん通るところでも有名なところでありますし、日本とトルコの友好関係となりましたエルトゥールル号の遭難事件がこの紀伊大島の沖で発生したということも有名なお話であります。列車は小座駅に到着。この小座駅を出発した後、大きな川を渡ります。平成の名水百選にも選ばれ、またカヌーでの川下りが盛んな小座川です。かなり清流であることが見ることができますし、水がきれいだなというふうな印象です。この辺りになると岩肌も平らになり、まるで洗濯岩のような岩がたくさん並んでいます。釣りとかにすると絶好の魚が釣れたりとか、レアな魚とかもいるんじゃないですかね。本当に岩礁のなんか釣り場のスポットみたいなところで、こういうところで一度釣りをしてみたいものです。上駅での手前では近畿大学の水産研究所の養殖場が見えたりと、近畿大学の施設を見ることができます。上駅を過ぎますと海がすごく綺麗な印象がありまして、ここは万葉集でも詠まれた玉の浦というようなところです。その風景を望みながら下里駅を過ぎ、またこの下里駅の駅前には和歌山県内最古の前方後円墳があります。そして列車は鯨の町、捕鯨発祥の地にある太地町の太地駅に到着。ここは特急停車駅でありながら、行き違い交換もできない一線の線路が一つとホームが一つとあるような、そのような小さな駅となっています。太地町の玄関口とは思えないようなすごく小さな田舎の駅なのですが、
列車は間もなく湯川駅を過ぎるようなところ。この辺りは景勝地湯川市方もあったり、またそのほとりに湯川温泉が湧き出ています。また駅前には海水浴場があったり、また同じ那智勝浦町にある勝浦温泉とは打って変わって静かな雰囲気の温泉で、湯川市方に流れ込む川に沿って数軒の旅館やホテルが点在しているのも特徴です。かつては列車による観光客も多かったのですが、現在は黒潮号は通過しているため観光客も少なくなっていて、昔は準急から急行になっていました南紀号、また急行紀の国号も停車していたようです。紀の国廃止後には特急黒潮が、増発された際一部止まっていたようなんですが、現在では普通列車のみとなっていて、少し、ホームが長いながらも寂しい駅となっているような、そのようなところです。そして列車は間もなく紀伊勝浦駅に到着です。この紀伊勝浦駅のすぐ近くにはマグロの水揚げ量が日本一を誇る勝浦漁港と南紀勝浦温泉がありまして、防気道を中心とした、ホテル浦島などのね有名な温泉があったりします。勝浦といえばホテル浦島のね、あの温泉防気道が大変有名なのではないかなと思いますし、またこの辺りは熊野那智大社など、このね南紀の観光の拠点の一つとも言えるようなところです。今回はこの黒潮号新宮までは行かず、この紀伊勝浦駅で、旅を終了するということになっていましたが、この当日中にもうあの所要時間1時間もかからないうちに私は紀伊勝浦を出発し、今度は名古屋に抜けていきます。その時の様子もまたこの実況版と車窓版でお伝えしていきたいと思いますが、この、黒潮号の、パンダ黒潮サスティナブルスマイルトレインの旅はこの紀伊勝浦で終わりたいと思います。なかなか楽しい旅だったと思いますし、かなり風光明媚でありまして、またパンダ黒潮はファミリーとね、乗っていただきたいような、そのような列車にもなっております。小さい子にはね人気のようなパンダ黒潮ですが、乗ってみればそうでもない、なんか至って普通の特急列車な印象ですが、ところどころ散りばめられているアドベンチャーワールドの動物たちを見ながら列車体験するのもよし、そしてファミリーとしてアドベンチャーワールドへの楽しみ、白浜への楽しみ、和歌山への楽しみを増大させながらこの特急に乗って、和歌山のために行ってほしいなというふうには思います。この辺りで、終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ南紀号の動画も、ね、そのうち上がりますし、またこのね、天王寺駅から紀伊勝浦駅までの車窓展望も見ていただければと思います。ぜひ作業用でね流しっぱなしにしてみてもいいかもしれません。はい、というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いいたします。